4年前の参院選をめぐる買収事件で現金を受け取ったとして起訴されている元広島市議に罰金15万円などの休刑です。休刑を受けた元広島市議の木戸恒安被告は、4年前の参院選で河井克之元法務大臣から買収目的で現金30万円を受け取ったとして起訴されています。今日の論告休刑公判で検察側は。 買収の認識はあったなどと指摘、罰金15万円と追徴金30万円を求刑し、合わせて原則通り5年間の公民権停止を求めました。これに対して弁護側は、現金受領の認識はなかったなどとして無罪を主張しました。 弁護側は公半で検事が供述を誘導した疑いがあるとしており改めて検察にマインドコントロールされていたなどとして取り調べ方法を批判しました。